国道121号終点栃木県羽賀郡、益子町、七井中央交差点国道121号は、山形県米沢市から、福島県藍津若松市、栃木県日光市を経由して、羽賀郡益子町に至る、一般国道である。国道121号、国道408号重複区間山形県米沢市から、福島県北方市、藍津若松市、 栃木県日光市、宇都宮市などを経て、栃木県益子町に至る幹線道路。山形県の大板町方から、福島県の藍津地方を南北に従管して、関東平野へ南下する。豪雪地帯で、かつて交通難所として知られていた山形、福島県境の飯出連峰、大峠は、いくつものトンネルをつなぐ大峠道路で越えていく。福島県から、栃木県境にかけて、 国道121号のほか国道352号、国道400号の3重複区間となっている。日光市内では国の特別史跡で特別天然記念物に指定されている日光杉並木が有名である。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。 現行の道路法に基づく二級国道として1953年5月18日、政令第96号にて第一次指定された国道路線の一つで二級国道121号路線名を宇都宮米沢線と名乗った。1965年4月1日の道路法改正に伴い一級国道と二級国道が廃止統合されたことにより一般国道に変わり、 在来の路線名はなくなって、一般国道121号が正式な路線名となった。国道指定当初は、宇都宮市から今市市までを国道119号と重複して、米沢市に至る路線であったが、1992年4月3日、政令台104号の一般国道の路線指定によって、奇襲点を交換の上で、今市市から終点側の経路を、 国道352号と重複して、鹿沼市を経由し、宇都宮市南部を通過して、芳賀熊市湖町に至る路線に変更された。福島、山形県境の大峠は1992年8月に、大峠トンネルが開通する以前は、当期6ヶ月間は、道路が閉鎖されるという道路状況を持つ、ダート区間が存在した。大峠はその名の通り狭く険しい長大な、 峠道で明治時代の馬車道をそのまま採用してきたため、峠頂上の小さな水道があるところまでの間は、つづら折りの多さが運転者を命定させていた。大峠トンネル開通以後も大峠道路の一部が未開通だったため、旧道は国道指定を解かれないまま通行止めになり、2011年に廃止されるまで約15年間存続していた。旧道。 路面は未舗装現在は崩落土砂による路面埋没のため車両通行は不能急動。現在は路肩崩落のため車両通行は困難。山形、福島県境の大峠はかつて未舗装の荒れた強硬な道路でつないでいたことから国道の名所として知られていた。1990年代になってこの区間が改良され、 7つのトンネルと7つの橋梁で峠を越える大峠、道路が開通している。福島県藍津若松市内は藍津盆地を縦貫するバイパス道路の整備が行われている。福島県から栃木県にかけて国道121号352号400号の30区間、日本の道100線にも選定された日光杉並木。 宇都宮市内の宇都宮環状道路など多彩で、地域によって次々と道路の状況が変わるのも特徴である。宇都宮市街地を外周する宮岸部。福音も広く、交通量も多い有料道路国道352号、国道400号重複区間福島県と栃木県の県境をまたぐ区間は、国道121号352号400号の3連、重複区間で、 この区間の道路脇には国内でも珍しく3路線分だけ縦に3つ連なる国道標識が立ち並ぶ。同様に鹿沼市内においても国道121号293号352号の3重複区間があり、道市中心市街でも3つ連なる国道標識が設置されている。トンネル橋梁道の駅大峠道路は当該項目を参照。 藍津盆地の中を経由する五十里湖、空撮画像中央部は、湯西川に架かる野岸鉄道藍津絹川線鉄橋と国道121号。山形県の米沢盆地、福島県の藍津盆地、栃木県の関東平野をつなぎ、その途中には、飯出連峰、大石山地などの山岳地を越えてゆく。藍津地方からは、阿賀野川水系の阿賀川、栃木県側は、 利根川水系の絹川沿いの山あいの谷間に沿って道路が伸びる。道路沿線は、米沢、北方、藍津若松、日光など、日本有数の観光地と、足の牧温泉や絹川温泉など温泉地が多く、集まる。福島県から栃木県にかけ、鉄道の藍津鉄道藍津線、藍津絹川線、東武絹川線と、ほぼ並走する。ありがとうございます。